殲滅作戦、フラッドビーチに行きます。平らな砂浜。フラッドって、洪水、とかの意味らしいです。ふん。エイヤを借りてきます。天忍家のスキルランクは7です。殲滅作戦なのに天忍家、ごくり。はい、先方を2人入れれたら、置きっぱなしにできて楽なんですけど、どうしても3ブロックのキャラが必要なので、天忍家にして圧縮しました。ふむ。そしてこのステージ、最初の配置可能数が5しかありません。だいぶ少ない。はい、ステージにコマンドシステムが3つあって、これを1つ起動するごとに、配置可能数が1増えます。合計8人。さらに後から2つ出てくるので、合計10人。はい、そこからが本番です。序盤は動きが少ないので、早送りしていますが、ポイントは途中で説明します。さてこのステージは、見ての通り、下の左右から上部真ん中へ行く敵が大部分で、他には、右上から真ん中上部へ行く敵、左上から出た敵は、左上と真ん中上部に分岐します。ふむふむ。で、左上ルートの目の前に、ムースを置いています。うん。ムースは必ず、この通路の一番上に置きます。なんで？一本道だから、下の方でも一緒じゃない？左上からは、コマンドシステムを攻撃する敵が出てきます。ふむ。その敵が、左上のコマンドシステムを破壊して、ここが通路になってしまいます。ほうほう。すると敵が、超ショートカットして、青ゲートに行ってしまって、食い止められなくなります。うは、オッケー。いや、笑えない。さて、撃破110あたり、工作員がブロック数を下げたところに、他の敵も流れ込んでくるので、ガシャ、クオーラ、ジュナーと、バフューマーのスキルを使います。抜けられる前に倒すってことね。です。ところで、配置可能数が1余ってるんだけど。はい、あと1人は、撃破120手前のこのドローン。これを倒してから置きます。ふむ、なんで？置くのが早すぎると、ドローンに倒されてしまうからです。なるほど、医療が届いてない。ちなみにエイヤのレベルですが、昇進に、レベル30、スキル特化3だとクリアできて、同じレベルのスキルランク7だと、最後が火力不足で失敗しました。ふむふむ。そのくらいが最低ラインなのか。特化すると、攻撃対象数も増えますしね。次、撃破146あたり、術攻撃をする工作員が2体来るので、またカシャやパフューマーたちのスキルを使います。この後、右上からハンマーが出てきて、右側のコマンドシステムを攻撃し出します。いつの間にかコマンドシステムが出てた。このハンマー、エイヤの後ろにいるので、イラプションで倒しておきます。好き勝手に殴らせるな。そして、追加のコマンドシステムを使えるようになるので、早速2つとも使用します。もうコストは十分にあるしね。これで、配置可能数が2増えるので、高台に、医療と白雪を配置。ジュナーを下げて、1つ下のマスにクムを置きます。10人揃った。ここからが本番というわけか。ですね。あ、ラグビー部が出てきてる。これが、どうしても3ブロックが欲しい理由です。ラグビー部は、3ブロック以上のキャラじゃないと止めれないからね。そうですね。撃破180あたりで、下にハンマーがたくさん並びます。そろそろ出た。これが出たら、一旦天忍家を下げて、ジュナーを置いておきます。なんで？ハンマーの攻撃でガシャが倒されやすいので、攻撃の受け役です。ふむふむ。そして、一番左下に待機していたハンマー。こいつが動き出して、少ししたらイラプション。このハンマーは、エイヤの右を回ってくるので、その前に倒して時短します。時短？あとは、ウェーブの区切りなので、イラプションでさっさと倒した方が、オートが安定しそうだなと思ったり。なるほど。あれ、コマンドシステムが倒されてる。はい、それは壊されます。壊されても、400撃破報酬は取れるので大丈夫です。確認済みです。ふむふむ。次は撃破220あたり、左からハンマー持ちが、フラッとやってきます。これか。これが出たら、ガシャ、白雪、バフューマーのスキル。これは、ガシャが倒されないように？そうです。やられる前にやります。次は撃破240台。左下に、ラグビー部が2体並ぶと、左右からスタン狙撃が出てきます。面倒な敵だ。そのスタンを受けるために、ムースを下げて、またジュナーをおとり役に配置します。そしてラグビー部対策。今来た1体目は、そのままブロックして倒します。ふむ。少しすると、追加でもう1体出てきます。止まってた2体目も走り出すので、この2体目が近づいてきたらイラプション。すぐに3体目も来るので、イラプションでまとめて倒します。2連ラグビー部をイラプションで倒すんだね。そうです。ここからのイラプションはラグビー部対策です。ふむふむ。撃破268、スタン狙撃をすべて倒したら、
ジュナーを下げて、またムースを同じところに戻します。右からはドローンが停滞して、撃たれ続けるので、ミグラのスキル。さらにこのドローンが白雪の攻撃範囲に入ったら、少し待ってから白雪のスキルを使います。使わなかったら？ドローンに抜けられます。さらに、天然火を下げて、ヘイズをここに置いています。そこは回復が届いてないけど。実は攻撃をほとんど食らわない場所です。そうなんだ。このまま、撃破300を超えて、次の敵たちです。と言っても、また同じ敵たちが出てきます。ラグビー部が2体立ってる。ここに限らず、左のラグビー部から来るので、それが下で折り返したらイラプション。右で待機してるラグビー部も一緒に倒せます。待機中に倒せるのがいいね。そのまま続きますが、次は撃破328あたり、左上から敵が1体抜けてきます。あ、ムースが1ブロックだからか。はい、これにヘイズのスキルを合わせて倒します。またラグビー部が立ってる。1体だけの時は、重装の3ブロックを開けれるように、白雪のスキルで他の敵を倒しておけば大丈夫です。ふむふむ。撃破340あたり、左上の敵を倒し切ったら、ムースとヘイズを下げます。そして、撃破350から敵の出方が変わるので、右から来るドローンを全部倒したら、クルースをすぐ下げます。これは、再配置までの余裕がないので、すぐです。遅いと間に合わないのね。続いて、右の単体医療も下げておきます。撃破350になった。いよいよ終盤戦。クムを下げて、ヘイズ、ジュナーの順に配置。ヘイズは左向きです。ブロック数を下げる工作員と、3ブロック必要なラグビー部が一緒に来ます。最低な組み合わせ。なので、工作員が来た時点で、早めに白雪のスキル、ラグビー部が下から折り返した頃に、早めにイラプションを使います。ヘイズもスキルを使って補佐します。最初からクライマックスだぜ。次、クルースの再配置が可能になったら、左の高台に上向きに、即配置します。これは忘れやすいので注意。次に撃破365、クオーラと箇所のスキル。工作員に加えて、敵の数が多いので、その対応です。直後、ジュナーのところに工作員が2人。術攻撃で倒されやすいので、パフューマーのスキル。回復力を上げて耐えるのね。ちなみに、左上から出る敵は、クルース1人で倒せます。工作員になってるから、逆にムースだと抜けられちゃうね。です。うわ、赤いラグビー部がたくさん出た。はい、エリアはこれを倒しきれる火力が必要です。なるほど。重装前の敵を倒した頃を目安に、少し早めにヘイズのスキル、左下のラグビー部が走り出す直前くらいが理想です。これはリキャストの都合かな？そうですね。ラグビー部が来たら、白雪もスキル。一体目はこれで倒しきります。ジュナーがブロックしたら、グムを配置、続く工作員を止めます。次に、上の左右からスタン狙撃が出るので、赤ゲート前に注目、予告線が出ます。出た。出たら白雪を下げて、そこにミルラを配置。すぐ直後にムースも配置します。この位置なら、左右からのスタンを両方受けれます。おとり役が一人で済む。現状、ムムがブロックマイナス1されて、2体抱えている状態です。そこに、さらに2体、追加が来ているので、この位置くらいまで来たらイラプション。遅いと、ジュナーのブロックがマイナス1されて抜けられます。抱えてる敵や、右下待機のラグビー部も倒します。ちょうど走ってきてるのもいる。こいつはイラプションでは倒しきれないので、ブロックしたら、ジュナー、ガシャのスキル、ヘイズもリキャスト次第、またスキルを使います。ラグビー部が、あと1体残ってる。はい、あれが来るまでに、今抱えているラグビー部を倒す必要があります。ふむふむ。右から来ているスタン狙撃、これがジュナーのところまで来ると、ジュナーをスタンさせてしまいます。ブロックするからね。なので、撃破390以降、左のスタン狙撃を倒したら、クルースを下げて、天人火を配置、ジュナーがスタンしないようにします。ほうほう。結局、天人火はスタンして抜けられたけど、でも倒せた。追加のラグビー部も止めれたね。はい、火力スキルはもうないので、あとはこのままゆっくり倒します。なかなか激しい戦いだった。撃破398くらいまではすぐ行けるんですけど、あと2体を詰めるのが大変でした。もっと簡単にならないの？コーレアを増やして、簡単でオート対応の方法を考えます。うむ、よろしい。これで400撃破まで行けました。コマンドシステムは壊されても大丈夫です。そういえばそんな話あった。ナイスクリア。ご視聴ありがとうございました。